Cチャンネル。どうも、CチャンネルのCちゃんです。よろしくお願いします。今日もね、リアクション、まああんまりしたいとかそういうのじゃないんだけど、ちょっとしておこうと思います。糸不明しかない。まあ最近なんかあれですね、俺たちも今日リアクションするね、方たちにだんだんとこう染まっていってるというか、なんかこう自然とやっぱ好きになっていってると、うん、僕らもやっぱ最近ボイスドラマ見てますからね。あれはね、電車で見るもんじゃないんだよ。もうちょっと早速言っていいですか、はい、今日 まず今日リアクションするチャンネル名から言いますね。カリスマオフィシャルチャンネル。もう早速そのカリスマオフィシャルチャンネルといったらもうたくさん動画見てきてるんですけど、今日はこの方のソロを見ていこうと思います。タイトル言います。伊藤文也 When the Charisma Go Marching In ミュージックビデオ。まあちょっと動画見ながら、また僕らもね、こういろんなボイスドラマとか見ながら見てきたんで、ちょっと動画を見ながらカリスマに触れていこうかなと思います。でも今日は伊藤文也でございます。うわー、 Cチャンネル。はい、さあということで早速伊藤文也 When the Charisma Go Marching In ミュージックビデオを見ていこうと思います。おお、すげえ FF やん。FF7 だ。お、香港だ。お、かっけえ、かっこいいよ、これだよ。カリスマを一気見でね、まあ僕まだもちろん全部見てないですけど、まあシェアハウスしてるじゃないですか。その中でやっぱこう僕は前回の動画とかでもまあいろんなねこうキャラがあるから結構まあぶつかってねバランス取れてるみたいなこと言ってたんですけど、あのボイスドラマを見てるとこの人これだからこのカリスマなんだなっていうのがなんか愛おしくなってきますよね。本当にそうだね。そう、なんかちなみになんですけど、こう見始めて俺こいつこの人好きかもってなんかあるんですか。やっぱボイスドラマ聞いてる限りでは、はい、僕はちょっとテラ様が好き。嘘、意外すぎる。意外すぎる。やだわ。やっぱね、俺ね、伊藤文也さんのこの個室はこういう曲だよ。かっこいい。かっこいい。表情もね、かっこいいんだよね。かっこいいんですよ。でちなみにね、僕ね伊藤文也推しになりました。これね申し訳ないんだけどね、これね見た目とかじゃないですけど、これね信念が俺と似てる。え、人のお金取るってこと？まあ僕歌ってるあるんですけど、自然とさ なんで歌ってんのとかよく聞かれる時あるんですけど、いや歌いたいから歌ってんだよ。本当に深く考えなくていいじゃんっていうとこ似てんの、めっちゃ俺伊藤文也さんと。だから聖者ってだけ聞くとちょっと硬いイメージを持ってたんですよ、もともとね。でもこのやっぱボイスドラマとかで見てくその伊藤文也さん、もうやっぱ伊藤文也さんが呼んでるから6人を。そうだね、そう呼んでる意味なんてないんです、そんな。でもこっからなんか作っていくみたいないいこと言うね、あれね、チームとしてね。天彦さんが言ってたんですよ。ちなみにトキアはなんか推しとか持ちました？僕は、うん、僕猿川慶さんが一番好きかも。なんだろうな、みんなこう結局いいやつじゃんとなるんですけど、はい、なんかその中に猿川さんのこう可愛さみたいな部分が見えるのが僕はいいなと思ってて。確かにね、うん、可愛さあるよね、やっぱなんかキングっぽいな。わかった、やっぱがっつりでしょ、センターな感じがする、うん、伊藤文也さんは。あー、いいもいいね。おそらくこのやっぱ伊藤文也さんの中にあるものをまあ結構かっこいい感じでこう、まあ、表現はしてるよね、音楽で言うとね。やっぱさ、でもこの人はさ、やっぱ表情がブレないからいいよね。そこは俺ちょっと見習いたいな。俺ブレちゃうからな、結構汗かいちゃうからな。で、あのさ、そのドラマの時にさ、金だよ金って言ってさ、
あの金をせが、なんかせがれたじゃん、うん、あれってなんかリアルでやってたのかな、きっと、うん、スパチャとかなんか煽ってたのかな。そういやー言っちゃダメ、なんかいや良くないこと言ってるってなってたじゃん。あって分かんないけどね、分かるでしょ、金みたいなこと言ってたよね、みんなに。それだけ言いたいのかな、素直に。あ、いいね、凡人かカリスマ出てきた、かっこいい。いやいや、そう、やっぱ正解はないですよ。そう深く考えなす、考えすぎなくていいんだよ、本当に。そう、でもやっぱ結局悪いのかな、伊藤文也さんは。やっぱ金むす、金ちょっと取って誕生日プレゼント買いに行く。 If you smile, what the rock? C チャンネル。結局天彦さん金貸してくれたよね。そうだね、あれね、天彦さんいい人。ただ人の風呂入ってるくるの嫌だよな。それはマジで。で踊り出すんでしょ。商売が。ただ迷惑です。で音楽で聴くと結構こうダークな感じで。そう。あ、いいね、いいこと言った。なんか別にあれだよね、きっと深いとこまで考えてないように見えて、やっぱ貫いてるから深いよね、うん、自分の意思をね、うん、別に多分その答えなんて多分ないと思うけど、別になくたっていつか見つかるだろうっていう多分自信はあるんだろうね、きっとね。それが伝わる、この歌からも。ごめん、このでも When the charisma go marching in って意味はどういう意味なんだこれ。カリスマがこう動き出す時みたいな意味じゃないですか。なるほどね。これだからさ、伊藤文也さんさ、俺みんなを集めた理由ってのも結構やっぱそれぞれを尊重してると思うわ。じゃないとなんか集めないと思う。あの時意味ないとは言ってたけど、こんなにさかっこよくてさ自由奔放なカリスマの伊藤文也さんいてさ、なんか結局さ、あの年下でしょ一応ね、結局あのなんか6人がさ可愛く見えてもない、あのなんとかこうまとめてるみたいな。ちゃんとした先輩じゃん。ずっと。わあ、ああ。C チャンネル。やっぱギャップも素晴らしいですけど。難しいことを言ってるようで、やっぱり伊藤文也さんはやっぱすごくシンプルなことを伝えたいっていうのが僕は分かりますね、うん、伊藤文也さんをあのドラマでやっぱ知らないとただかっこいい終わってしまう、はいはい、やっぱ知った上でこう聞くと、またこんなにこう難しそうな曲なんだけど、言ってることはすごくシンプルで、うん、自分の揺るがないものをなんか貫いてるこの When the Charisma Go Marching In っていう曲にね込められてる感じがすごいしました、ね、かっこいいですよね。アニメーションというかミュージックビデオ、ね、遅れてあれですけどドラマをねやっぱ見て、このやっぱ見て、このソロも見て、シティのカリスマも見てっていうのがやっぱ一連の流れとしてはいいかな、うん、やっぱものすごく僕完全に洗脳されましたね。今日もなんかあの歩き方なんかちょっとこうなっちゃったもん。ちょっと顔もちょっとなんかもうなんか無な感じ。いやーすごいかっこよかった、いいですね。ぜひとも皆さん、この今日リアクションした、伊藤文也 When the Charisma Go Marching In ミュージックビデオ、カリスマオフィシャルチャンネルに行って見てみてください。そしてこのカリスマオフィシャルチャンネルでたくさん、さっきも言いましたけど、動画あるんで、曲見てなんだこれはってなって、ドラマ見て、あそういうことか、じゃあソロ見てみようみたいな流れがもしかしたら分かりやすいかもしれない。これ僕らなりの説明、あの取扱説明書で言うとね、Cチャンネルカリスマ取扱説明書で言うと、その順序で見たら多分面白いかもしれないです。ぜひともよろしくお願いいたします。そしてまだまだ凡人の皆様、まだまだきっとね、あのチャンネル登録してない方もいると思います。ぜひとも何でもね、コメント、そしてグッド評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。 C チャンネルご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくね。よろしくねー。